ハムジャンボ西見愛理です。今日は久々に開封動画をしてみたいなって思うんですけれども、こちらですね、じゃじゃーん、 HP さんのパソコンが届きましたので、こちらを開封していろいろ設定して使ってみたいと思います。リアルな話をすると、最近パソコンが壊れまして、どれを買おうかなってすごくこう悩んでいた矢先に、今回パソコンをですねご提供いただけることになりまして、感謝感謝です。過去に私が営業職として働いていた時の動画、なんか悲しいですねこういうこと言うと、そうですね、営業時代に外資だった時は HP さんのパソコンを使っていたので、久々に HP さんのパソコンが使えて嬉しいなっていう感じですね。今回ちなみにレビューさせていただくのは、パビリオンエアロ 13B っていうものなんですね。軽さが特徴的で、バッテリー持ちがいいって聞いていたんで、使うのが楽しみです。この新生活、パソコン新しく欲しいよって思ってる方がいたら、参考になったら嬉しいです。おう、おう、おう。よいしょ。え、ちょっと今、まだ出してないんですけど、軽い。え、色も。可愛くないですか？おしゃれー。これが？はい。マイクロソフトオフィス。はい。で、充電器がこれです。なんか本当に信じられないぐらい軽くって、ちょっと驚いてるんですけど、軽さもいいんですけど、やっぱ HP さんのパソコンで私好きなので、このデザイン性の良さだと思っていて、すごくやっぱフォルムも綺麗ですし、こんなに薄い。こんなに薄いってわかります？ iPad Air 2と比べるとこんな感じ。結構薄くないですか？ポートがすごいいっぱいあるので、別で何かこうポートを買わなきゃいけないっていうこともないので、これはありがたいですね。じゃあ早速設定してみようと思います。はい、ということで無事に全ての設定が終わりました。やったー。早速明日から愛用したいと思います。ということで今夜の10時12分です。今日も一日お疲れ様でした。今日一日このパソコン使ってたんですけど、なんか充電を満タンにしてたら10時間半バッテリーが持つって書いてあるんですけど、本当にその通りで、なんかもうずっと使っていても全く充電切れを気にすることがなく使えたのがすごくよくって、ただでさえまだ今 65% もあるんで、充電器を持ち歩くのって本当にめんどくさいと思うんで、これはありがたいなって思いました。
今日ね打ち合わせで新しいパソコンを持ってったら可愛いねって言ってもらえたんで、あ、これ HP さんのパビリオンエアロってやつですよって、 13B のこれですよって言って見せたら、なんかツイッターで流れてきてるの見たことがあるって言ってたんで、そう、それですって話をして、打ち合わせがちょっとだけ盛り上がったんで嬉しかったです。個人的に本当に動画の冒頭でもお話ししたんですけど、営業時代含めて、まあフリーランスの仕事を始めてからもいろんなパソコン使ってきましたけれども、今まで使ってきたパソコンの中で一番良いかもしれないって思ったぐらい、まだ使い始めて初日なんですけど、すごく気に入っています。起動も早いし、サクサク動いてくれるしっていうところで、新しいパソコンを探している方にはぜひおすすめできるなって思いました。もしこのパソコンの概要が気になる方がいらっしゃったら、下の概要欄に載せておきますので、ぜひ、そちらをご覧になってくださればなと思います。すいません、もう今日なんかね、仕事の都合上すっぴんにならなきゃいけなくって、もう動画の冒頭とえらい違いでもう疲れ顔かもしれないんですけど、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。そしていつもいつもご視聴いただいている皆さんも本当にありがとうございます。この動画がもし面白かったら、ぜひチャンネル登録をしていただいて、また遊びに来ていただけたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。あさんたなー、おやすみなさーい。